んジョーちゃん、ストラタの世にも珍しい珍獣の芸見ていかない？この子を知らないかな？全然知らないわね。何か訳ありかしら？この子、自分のことを思い出せないんです。それは困ったわね。世にも珍しい芸を見たら思い出すかもよ。じゃあ頼むよ。では早速、アブラカタブラ、起きろ。起きて空中回転だ。アブラカタブラ、回れ。動かないみたいだけど、こんなはずでは。俺がやってみる。アブラカタブラ、回れ。ねえ、あなたもっとやってみせてちょうだい。アブラカタブラ、後ろ。ひねって飛んで前。思い切り高く。最後にもう一度、ぐるぐる回ってピタッと止まれ。素晴らしい。実に素晴らしい。いや、いいものを見せてくれてありがとう。その動きからすると、おそらくあなたとても優秀なサーカス団員なんじゃない？もしくは秘密組織に訓練された美少女傭兵とかだったり。いずれにせよ、ロマンにあふれているわね。よし、私たちもロマンを求めて特訓で行くわよ。プクプク。もうおしまい？サーカス団に美少女傭兵ね。そうなの？よくわからない。でも前も今みたいによく体を動かしていたような気もする。じゃあ、あの人の言ったことが当たってるのか？これ以上はわからないね。一旦うちに帰ろうよ。ぼねえアスベル、私に命令したっていいのよ？なんだよ急に。いいよ、めんどくさいし。いいじゃない。ね、命令させてあげるって言ってるのよ。ああ、じゃあアブラカタブラ、はい、少し黙ってて。ぼーぼー。ねえ、何してるの？ほら、行くぞ、ヒューバート。待ってよ、兄さん。置いてかないでよ。いつでもできるっす。でもこれが必要っすよ。デュアライズブックっす。本読むのか。なんかめんどくさそうだな。そんなことないっす。僕がちゃんと教えるっす。しょうがないか。それじゃ、これから僕の言うことを真似するっす。了解っす。喋り方は真似しなくていいっす。これだけ？なんだ、楽勝だな。
素直でいいくっす。子供だと思ってバカにするな。ただいま。アスベルにヒューバート、お父様があなたたちにお話ししたいことがあるそうです。どうせまたおこごとじゃないか。ほんとうるさいよな。アスベル、お父様のことをそんな風に言ってはいけません。お父様は常にあなたたちのことを考えていらっしゃるのですよ。また始まって。お父様は執務室です。二人とも早く行きなさい。わかったよ。じゃあその間この子を見ててくれないかシリア。え、あ、うん。いつもアスベルが迷惑をかけて本当にごめんなさいね。迷惑だなんてそんな。シリアもう休んでいなさい。アスベルに無理に連れ出されて体も辛いでしょ。そんなことしてないって。あなたはラント家の跡取りです。もう少し周りの者に対して思いやりを持ちなさい。今後シェリアを遊びに連れ出してはいけません。わかりましたね。ケリー様、私は平気です。だからシェリア。なんだよもう母さんまで。誰と遊ぶかは俺が決める。口出ししないでくれよな。アスベル。シェリア大変。シェリアを早くお部屋へ。さあシェリア。ごめんなさい。シェリア。そうだ、父さんは呼んでるんだった。お前も一緒に来るか。